スプリングフォールは、振付へのジョン・ノイマイヤーが創作した、バレエ作品である。1991年、ハンブルクバレエ団により初演された。本作は、ジョン・ノイマイヤーが、アントニン・ド・ボルザークの、弦楽セレナーで第1.4語楽章を用いて、振り付けた作品である。1991年4月28日、ハンブルクバレエ団が開催した。 二ンスキー柄において初演された。その後、1994年10月10日に、ジュネーブ大劇場バレエ団により、前後楽章の完全版が上演された。ハンブルクバレエ団で完全版が初演されたのは、翌1995年の5月21日である。本作は、装置、照明、衣装もノイマヤ自身が手がけている。 本作の題名は、イギリスの詩人であるジェラード・マンリ・ホプキンスの詩から引用されている。スプリングフォールには、春と秋に加えて、跳躍と落下という意味がある。他にも、スプリングには、泉や、根源、フォールには、滝や、崩壊の意味も含まれており、多義的な題名となっている。本作は、シンプルな舞台を背景に、 白い衣装を身につけた17人のダンサーが踊る筋書きのない抽象的なバレエである。全編を通して楽曲の曲調やテンポに合わせた様々なダンスが繰り広げられる。具体的な構成は、第一楽章が男性3人の軍部、第二楽章は男性グループと女性グループが入り乱れての踊り、第三楽章は男性10人を中心とした軍部である。 続く第四楽章では、男女二人によるパドゥが踊られ、最後の第五楽章では、全員によるダイナミックな踊りが披露される。日本では、東京バレエ団が本作をレパートリーとしている。同バレエ団での初演は、2000年2月4日に、斉藤ゆかり、須藤康幸らの出演により行われた。本作の初演キャストである、パリオペラザバレエ団のマニュエルルグリは、 NHK で放送された番組スーパーバレーレッスン第13回にて本作の指導を行った。公演記録ジョン・ノイマイヤーハンブルクバレー1997年日本公演の今イ,イヤーの世界傑作集バレーアーカイブ昭和音楽大学2021年6月16日閲覧 ABCDEFG バレーバイジョン・ノイマイヤー スプリングフォール。シアターハンバーグ。2021年6月16日。閲覧。ABC。スプリングフォール。東京バレエ団。2021年6月16日。閲覧。AB 佐々木美恵子。パキータ、ボレロ。スプリングフォールなど多彩なバレエの魅力を伝えた。メグロバレエ祭りの柄公演。チャコット。 2021年6月16日閲覧。A.B. 佐々木美恵子。技法やスタイルの異なる作品を見事に踊り分けたダンサーたちに関心。東京バレエ団20世紀の傑作バレエに。チャコット。2021年6月16日閲覧。高橋森彦。スプリングフォール公開リハーサルレポート。日本舞台芸術振興会。 2021年6月16日閲覧。ABC 坂口幸の音楽そのものになる喜び。東京バレエ団20世紀の傑作バレエ2スプリングフォール公開リハーサルレポート。チャコット。2021年6月16日閲覧。AB ジョン・ノイマイヤー東京バレエ団。東京バレエ団。2021年6月16日閲覧。 NHK クロニクル番組表検索結果、詳細スーパーバレーレッスンパリオペラ座永遠のエレガンス。NHK アーカイブス。日本放送協会。2021年6月16日。閲覧。ありがとうございます。